関東甲信越の週間予報です。全体的に晴れ間が続くでしょう。ただ週末にはテレビを消せよ。高気圧が南下し、西より前線が近づいてきます。いいから消してくれ。特に沿岸部では自分の番組なんて見たくもない。そうです。次にリモコンを渡せ。前橋は 20%。 おい、埼玉、栃木、宇都宮は 10%。 手を焼かせるな。東京それよりな、もう一回いいだろう。久しぶりなんだ。ゆっくり楽しもう。スーパーナチュラルタロット占い師渚。渚は源氏なんよ。鬼ヶ原霊一が本名だから、渚なんて勝手に名乗ってたわけ。ま、名前はどうでもいいわ。スーパーナチュラルは知ってるわよね。え、知らないの？信じられない。 Hulu とかでやってるから。第3シーズンから見た方がいいわよ。見たら絶対あんたにいいことが起こる。そう人相に出てるもの。時に不協和音さえも愛しい君とのハーモニー。ねえ、愛してる？え？好き？うん、あ、はっきり言って。言わなくてもわかるだろ？いいから、好きだよ。いつから？いつからかな。いつよ。あいつはどっかへ消えた。探せ探せ。こっぱ役人がしつけんだよ。ああ、バレてしまえば仕方ねえ。姉さん、あんたの言う通り、オイラは追われる身の上だ。だが悪いがこうなりゃ、しばらく一緒にいてもらおう。震えるんじゃねえ。ガキの頃から手癖が悪く、悪事は重なる八重洲橋。とはいえ、こちとら女にゃ、手を挙げたことはねえんだぜ。だからここはもう少し、オイラと過ごしてもらおうか。あ、私はロバートだが、どなたかな。見覚えはないが。いとこ？はて。ああ、なんと。あのおちびちゃんがこんなレディーに成長したのかい？驚いた。久しぶりだね。何年ぶりかな。10年。いや、おばあさまのご葬儀以来だからもっとか。それで振られた理由を言ってみろ。わからない？まあそうだろうな。付き合った理由がわからないのに振られた理由がわかるわけない。ほう、そうか。じゃあ教えてくれ。なぜその男と付き合ったんだ？なんとなくいい人と思った。それが交際理由か。もっと具体的な理由はないのか？俺を納得させるような。なんとなく話が合う。おお、それならわかる。なんてバーカなわけないだろう。そんなのは理由にもならない。あれ、やってるぞ。パン屋の明かりに気づいたのは同窓会の帰りだった。道路工事で迂回させられ、このパン屋の前を通るようになって1週間。木目調の洒落たベーカリーだと思ったが、一度も開いているのを見たことがなかった。店内から漏れる明かりに珍しいとは思ったが、立ち寄る気分になれず、酔ってふらつく足で店先を通り過ぎようとした瞬間、焼きたてのパンの匂いが漂ってきた。ん？はあ、いいんだ酔っ払って。僕がしっかり解放するよ。え？
それが怖い？失礼だな。僕が寝込みを襲うとでも思っている？正解。なぜわかったんだい、シニョリーナ。僕はほら、知能犯だろ。おいしい料理とお酒で誘惑するのさ。君が嫌がることはしない。大切な人だからね。無理強いはしないって誓うよ。でも、もしも君が望むなら、キスしても構わないか。